ただいまの試合、大船渡で青、環太平洋大学、増田真知選手、準決勝進出を決めました。第3ラウンド第2ピリオドが終わりました。第2ピリオドは青、大船選手が獲得。ピリオド1対1となりましたので、これより第3ピリオドに入ります。第1ピリオド、失礼しました。第1ピリオド、ただいまの試合、カレット52キログラム級2回戦は、ピリオド2対0で、青、志賀館高校、角谷桃葉選手、準決勝進出を決めました。第2マットはこれより55キログラム級ジュニア1回戦、赤、志賀館大学、坂上克己選手、青、早稲田大学、小久保